統合データベースセンターの藤枝です。今回我々で開発しておりますアナトモグラフィーについて説明させていただきます。私はこちらのアナトモグラフィーのチームの中に入っておりまして、アナトモグラフィーのデータを主に作っております。今日まず最初に、アナトモグラフィーについて説明しまして、それからアナトモグラフィー の使い方について説明します。その後に、人体部位の位置や形状を3次元モデルで記述したデータベースポリパーツ 3D について説明し、今後の開発予定などを簡単に説明します。それから最後に皆さんに実際にアナトモグラフィーを使って実習していただきたいと思います。まずアナトモグラフィーの名前の由来なんですけれども、アナトモグラフィーというのはアナトミー、解剖学とグラフィー、出力の仕組みという意味を組み合わせた我々の造語です。こちらは解剖学用語を選択して自由に人体のモデル図を書くツールです。先ほど、川野さんの方から、こちら追いかきツールという紹介があったんですけれども、なんとなく大体そういう感じの、自由に臓器の絵を描けるようなツールになっております。こちらは自由に視点やズーム、色、透過度などを設定できるのですが、こちらが実際にアナトモグラフィーを使って描いた図です。肺や心臓、血管、肝臓などこのように色をつけたり透過度をつけたり、またこれは右斜め前から見たっていうのを想定してこちら画像にしたんですけれども、このように、見る角度を設定することもできます。それからアナトモグラフィーの使い方についてなんですけれども、2つ方法がありまして、まず最初にアナトモグラフィーのこちらのエディターですね、こちらのエディターを使って臓器画像を作成する方法です。こちらは最低限3つの手順が必要になります。まず最初にこちらの四角の方にトゥリーやリスト、サーチなどがあるんですけれども、こちらから自分の描きたいなと思うような臓器を選んでいただきます。こちら選んでフォルダをクリックしていただきますと、こちらにその臓器が加えられますので、アドボタンを押します。アドボタンを押していただきますと、こちらの四角のところにその臓器名のがリストされますので、そのことを確認しましたら、最後にドローボタンを押します。ドローボタンを押しますと、このように臓器がこの上の四角のところに表示されます。とこちらのブルーの字で書いてある方はオプションなんですけれども、視点を移動させたりズームを変えたり、あと透過度を不透明度100から透明度100に直すことができます。ここの部分は透明にした図です。2つ目の方法はアナトモグラフィーを使ってヒートマップを作成する方法です。ヒートマップというのは皆さんご存知だと思うんですけども、数値の大小を識別に表した図です。こちらの図は、2006年の国民衛生の動向という本をもとに、がんの死亡数を人体ヒートマップで表した図です。赤のバーは、死亡数の多い臓器で、青が少ない方です。こう一目で肺がんの死亡数が多いのがすぐ分かると思います。次にヒートマップを作成する方法なんですけれども、ヒートマップを作成するには先ほどのエディターとちょっと違って、こちらは、ヒートマップを作成する方のページを、このようなページがあるんですけれども、このようなページを開いていただき、この一番上の部分に臓器名や数値データを入力していただきまして、入力していただいたらこちらのサブミットボタンを押していただきますと、簡単にこのようにヒートマップ、人体ヒートマップが作成できます。先ほどのあのような、アナトモグラフィーを使って、人体の絵を描くためには、
元となる 3D の臓器のデータが必要になってきます。その元となるデータがボディパーツ 3D です。アナトモグラフィーというところの隣のタブをクリックしていただきますと、このページが開かれます。臓器名をこのように、臓器名をキーワード検索したり、こちらの下の一覧表から選ぶことができます。このところの上のところに要募集というのがありまして、そこにフェーズ1、フェーズ2、フェーズ3というのがあるんですけれども、こちらのフェーズについて少々説明したいと思います。フェーズ1データというのは、男性の MRI 画像をもとに形状を数値化し、臓器ごとに分割したものです。こちらの MRI 画像というのは、ボクセルの解像度であったりとか、撮影状態によって再現できない場合とか、あと標準的な形状から大変ずれている場合もありますので、例えばMRI 画像というのは寝た状態で撮影しますので、臓器、こちらアナトモグラフィーではこちら立っている人間を想定しているんですね。ですが MRI 画像というのは寝てますので、臓器の位置が違ったりとか、特に胃とかは寝た状態と立った状態と形状自身も違ったりとか、あと心臓とかはいつも激しく動いていますので、その形を MRI 画像で正確に捉えることができませんので、こちらを模型やアトラス統計データなどを見ながら修正したデータがフェーズ2データです。フェーズ1よりより解剖学的に正確なデータとなっております。次にフェーズ3というのは、フェーズ2データを臨床医学研究家がキュレーションし、専門的な解剖学知識と矛盾のないものにしたデータです。フェーズ1とフェーズ2のこちらは心臓の形状を比較した図です。フェーズ1とフェーズ2です。フェーズ2になりますと、このような全体的な形だけではなく、右心房や右心室、左心室や冠状動脈などの詳細な形もはっきりと書かれてますし、また、解剖学的にも正確なデータとなっております。また心臓内部の内部構造も充実しておりまして、このように心臓弁であったりとか、房室弁や動脈弁があったりとか、心臓のペースメーカーが、こちら奥にペースメーカーがちょっと見えてないんですけれども、ペースメーカーからこちらに神経の伝達系が書いてあったりとか、このように内部構造も充実しております。ボディパーツ 3D の進捗状況なんですけれども、2008年の8月の更新時ではフェーズ1データがほとんどだったんですけれども、現在2009年1月現在では多くの臓器でこのようにフェーズ2データに変わっております。フェーズ1と2008年のフェーズ1より2009年の1月のフェーズ2データがこのようにだいたい増えているんですけれども、どうして増えているかといいますと、例えば先ほど心臓の例のように、MRI 画像では見れなかったようなペースメーカーであったりとか、そういったものを、の臓器が増えているということと、あと、心臓で例で言いますと、心臓一つの臓器を右心室であるとか左心室であるとかいうふうに分割してありますので、その分だけ数が増えていることになっております。だいたい現在時点で555パーツあります。現在、感覚器であったりとか、免疫系、筋肉系はちょっとまだデータがないんですけれども、今後ザクザクと増えていく予定でおりますので、皆さんに楽しみにしていてほしいと思います。
ボディパーツ 3D の心臓のエンドリレーを見てみますと、このようになっております。一番下にこちらは臓器の画像が添付されております。このように臓器名だけでなく画像が添付されておりますので、心臓領域の位置確認やまたズームのある方の画像を見て詳細な形を確認することができます。また一部の臓器だけなんですけれども、一部の臓器にはこのように組織学切片画像へのリンクがございますので、臓器の肉眼的な形であったりとか組織学的な形状を一目で理解することができます。最後になりますが、アナトモグラフィーの今後の開発予定について簡単に説明したいと思います。まず最初、マーキング機能なんですけれども、マーキング機能というのは人体のいろんな臓器の上にマーカーを置いて、そこにコメントを入力したり保存したり検索可能にしたいと思っております。こちらのイメージとしては、皆さん Google マップっていうのはよくお使いになると思うんですけれども、だいたい Google マップでできているようなことが人体のアナトモグラフィーの人体の上でできると思ってくだされば結構です。例えばなんですけれども、このように大腿骨の上にマーカーを置いて、骨折で全治1ヶ月というようなコメントを入れ、でこのコメントをいつでも引き出せるような形にしたいと思っております。ですがこちらデータが 3D なので、このようなイメージとは若干違った感じになるとは思うんですけれども、大体イメージとしてこんなことができるようになっていくと思っていただければいいと思います。あと、マウスによる直感的な画像操作と書いてあるんですけれども、こちらは後で皆さんに実際アナトモグラフィーを使っていただくと分かると思うんですけれども、画像を この前を向いている画像を横に向いてもらいたいとか思った時は、こちらで操作をしなければいけ、今現在のところこちらでこう、操作をしなければいけないんですけれども、それでこちらでやってるとちょっといろいろ編集していると大変こうフラストレーションがたまる時があるんですね。ですからこちらをこうマウスでクリックするような形でこう回転、自由に回転したりとか移動できるようにしたいと思っております。また表示の高速化や解像度の向上に常に努めていきたいと思っております。開発チームなんですけれども、こちらは開発責任者大久保先生のもとにこのようなメンバーでやっております。三橋はこちらのサーバーのシステムの構築や管理、またこちらのページのホームページを作成してもらってます。私は出身が、もともとの出身は美術が専攻で、それから、解剖などを、習いというか勉強しましたので、こちらでメディカルアーティストと書いてあるんですけれども、こちらのデータを主に作っております。では皆さんにアナトモグラフィーを使って、実際に実習をしていただきたいと思います。皆さんにアナトモグラフィーのページを開けていただきたいんですけれども、アナトモグラフィーのページを開くためにはこちらのバナーからも行けるんですが、ツール、こちらの統合ツールのアナトモグラフィーからもページが開かれます。今回は皆さんに心臓の絵を描いてもらおうと思っていますけれども、ホームページ皆さん開かれましたか？開かれましたね。はい。そうしましたら心臓を描くためには、まず最初にこの3番目の循環器系というフォルダーを開いていただきまして、こ
こちら開いていただきますと、2番目に心臓というのがあるので心臓をクリックしてください。心臓をクリックしていただきますと、こちらに心臓が出てきますので、アドボタンを押します。アドボタンを押しますと、このように下にリスト、心臓がリストされますので、登録ボタンも押してみてください。そうするとこのような図になります。これではちょっと小さいので、心臓の横にここズームというところがあるのですが、ここにチェックを入れてドローボタンを押してみてください。そうするとこのような図ができると思います。ちょっとこれだと、前にある骨が邪魔で心臓がよく見えないので、心臓のオペシティ透明度を上げてみたいと思います。こちら、透明音にするためにはだいたい 0.3 から 0.5 ぐらいがおすすめなんですけれども、とりあえず 0.3 にして、もう一度ドローボタンを押してみてください。あー、すいません、間違えました、ごめんなさい、心臓を透明にしてしまいました。骨の方です。骨を 0.3 にしてドローボタンを押してみてください。そうすると、心臓がよく見えて、骨が薄くなって心臓の形がよくわかると思うんですけれども、さらに、心臓がもっとよく見たくて骨が邪魔だという方に関しては、この骨を削除することもできます。骨を削除するためには、こちらの一番上の左側にある四角にチェックを入れていただき、こちらの下のディリートチェックという下のタブがあるんですけれども、あとは四角があるんですけど、こちらをチェックしてみてくれ、クリックしてください。こちらをクリックしていただきますと、上から骨のリストがこちら抜けますので、こちら骨のリストがなくなったということを確認しましたら、もう一度ドローボタンを押してみてください。そうしますと骨が削除されて心臓だけの図が出てきます。そうしましたら、先ほどよくなんか心筋梗塞とか最近話題になっていると思うんですけれども、心筋梗塞は冠状動脈が詰まってできるんですけれども、そちらはどこかなと思った時には、心臓のフォルダーを開いてみてください。心臓のフォルダーを開いて、下から2番目に冠状動脈というのがありますので、こちらをクリックし、もう一度アドボタンを押してみてください。で、中央のリストに冠状動脈があり追加されたと思うんですけれども、じゃあここの位置、色を変えてみようと思います。こちらをレッドにしまして、真ん中のカラーという部分をレッドにしまして、ドローボタンを押しますと、ちょうど冠状動脈のところが赤くなりますので、ここのどこかが詰まってしまったんだなというのがよくわかります。こちら360度どこからでも見れますので、このイメージの回転というところを、一番右上のイメージの回転というところを右に回し、左に回したりとか上に回したりとかして、自分がこの角度から見たいなと思ったら、そこでドローボタンを押してください。ちょっと角度が悪いようなんですが、このように自分の好きな角度から360度どこからでも見ることができます。ちょっと手術があるわとかいうような時とかは、こういうこのアナトモグラフィーを使って位置を確認していただいたりすれば、なんか楽しく使えるんじゃないかなとか思います。あとみんな色を、いろんな色を変えたりとか、寝室に色をつけようかなとか言ったら、寝室を加えていただいて、していただきますと、このように寝室の領域が一目でわかると思います。そうしましたら、次に人体ヒートマップを作っていただきたいと思います。
今回はアクアポリン3という遺伝子の発現している臓器をアナトモグラフィーで表した図を作っていただきたいと思います。多分皆さんご存知の方も多いのじゃないかと思うんですけれども、こちらはバイオ GPS といういろいろな遺伝子の発現をまとめたデータベースがあるんですけれども、そちらのベータベースを使って水を通すトランスポータータンパク質アクアポリン3の遺伝子が発現している臓器をアナトモグラフィーで表した図を皆さんに作っていただこうと思います。そちらのデータをもとに臓器名と発現量をグラフに直したのがこちらです。アナトモグラフィーのヒートマップを、ヒートマップのページを使って、人体ヒートマップを作る方法は作るには CSV フォーマットで入力する必要がありますので、こちらカンマでくくった CSV フォーマットに直したものがこちらです。こちらの数値を、先ほどの、ページに入力してもらうんですけれども、最初にじゃあ、皆さんに、MODDB の、アナトモグラフィーのページを開いていただきたいんですけれども、こちらの、下の方のこちらに、その数値がありますので、そちらをコピーペーストしていただきたいんですけれども、まず皆さんまだこのアナトモグラフィーのページが開かれていると思うんですけれども、ヒートマップのページを開くにはこの一番上の CSV フォーマットで一括入力して人体ヒートマップを作成する場合はこちらからのこちらこの部分をクリックしてください。そうしますとヒートマップを作成できるエディターがこのように開かれます。こちらなんですけれども、皆さんこちらも大丈夫でしょうか。ですね、先ほどちょっと説明したいんですけれども、先ほどのアクアポリン数の発現量はこの上の肝臓までなんですね。で最後に骨というのを追加してあるんですけれども、こちらは発現量とは関係ありません。こちらはなぜ骨というのを加えたのかといいますと、全体の中での骨臓器の位置が体全体の中でどこかというのを骨がないとよくわからないので臓器を加えました。でこちらのカンマの後に S というのが書いてあるんですけれども、こちらは表示サイズでして S はスタンダード、こちらを Z にしていただきますとズームのある大きな画像ができます。で最後こちらマイナス1マイナス1マイナス1というのが書いてあるんですけれども、こちらは RGB で、RGB カラーのことです。マイナス1マイナス1マイナス1は肌色になります。なのでこちらマイナス1にしました。最後上に 0.5 というのがあるんですけれども、こちらは透明度です。1.0 が不透明度 100% で 0.0 が透明度 100% になっております。こちら、皆さんコピーペーストこちらの四角にペーストできましたでしょうか。こちらペーストしできましたら下の方の最後こちらサブミットボタンを押してください。そうしますと、このようにヒートマップが簡単に作れます。皆さんもいろんな、データを入れて自分の研究とかにも使っていただければと思います。これで私のデモを終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。